箱根駅伝2年連続シード落ちの東海大で何が起きていたのか。エース石原翔太郎は練習に誰もついてこない。箱根駅伝総合15位、東海大は2年連続でシード権を失った。レース後、諸角速監督と選手は待機所でミーティングを始めた。ある選手は厳しく、または思い詰めたような表情を浮かべ、重苦しい空気の中、話し合いの時間は長く続いた。2019年の第95回大会で総合優勝を果たし、その後は総合2位、総合5位と強豪校として強さを見せたが、前回大会は11位に終わり、シード権を失った。ここで踏ん張らなければ、ずるずると後退する危機感を抱えての今シーズンだったが、結果は出なかった。今回は素質がある選手たちをきちんとスタートラインに立たせることができなかった。特に5区で吉田、今日2年を起用できなかったことが大きかったと思います。諸角監督は、レースを振り返って、そう語った。思い通りにいかなかった選手、起用。今回の箱根駅伝は、重視していたスタートでつまずいた。一区を任された梶谷優と2年は全日本大学駅伝の予選会では吉田をしのぎ、部内トップだったが、駅伝デビューとなった全日本大学駅伝は2区18位に終わった。それでも一区に起用せざるを得ない理由があった。本当は、花岡俊也、1年を一区にして上位で2区の伊佐翔太郎、3年に襷を渡すことができれば面白いレースになると思っていたんです。花岡は調子もすごく良くて期待していたのですが、大会前に給水でつまずいて足を痛めてしまって。梶谷は全日本の2区で失敗したのですが、集団走じゃないとちょっと厳しいと思っていました。そうなると1区しかない。そこで梶谷を1区に置き、花岡を3区に回しました。ここ数年、東海大はスタートが区間5位内で来ていて、今回も大事なポイントだったんですが、それが崩れてしまった区間19位ことで、かなり難しいレースになったなと思いましたね。それでも1区の遅れを2区の伊佐が区間4位の走りで11位まで順位を上げ、3区の花岡は区間6位と粘り、4区の越陽太、2年は我慢の走りで区間9位と続いた。順位はこの時点でシード権を争えるところ、9位まで取り戻していた。しかし、5区で流れが止まった。前回大会、吉田は1時間10分44秒で区間2位、順位を17位から10位に押し上げた。今回、5区の重役を担った杉本翔太、4年は1時間15分32秒で区間17位、順位は9位から13位に落ちた。前回の吉田と5分も違った。この差が大きく響きました。袋に入り、3年連続の6区となった川上雄志、4年は区間9位と粘り、13位のままシード権確保の争いに踏みとどまっていた。しかし、それ以降は9区の竹村拓誠、4年が意地を見せたものの7区、8区、10区は本来の力を発揮できずに終わった。6区の川上がよく粘りましたが、それ以降は駅伝にならなかったですね。7区は、瓜生伝、竜のぞみ4年主将から、竹割、新1年ではなく、松崎、翔飛と、4年を使った方がいいんじゃないですか、という案も出ましたが、松崎はコロナに感染後、復帰したとはいえ、どんな影響が出るかわからない。それに松崎は11月、12月に駆けアキレス腱を痛めて一番詰めないといけない時に練習ができていなかった。全日本の7区で区間11位でしたし、練習不足の中で走らせても厳しいと思って変えました。ミスや誤算があったが、それにしても16人のエントリーの1万メートルの平均は20校中7番目。ここが力を発揮すればシード権に絡む走りは十分できはずだ。だが、10位の東洋大に7分36秒もの差をつけられ、5区以降は一度もシード圏内を走ることなく終わった。チーム内にやった意識の差。東海大は、塩沢久兵衛、現富士通、名取亮太、
現コニカミノルタ、西田総司、現トヨタ自動車、ラサー本柱が卒業してからもう一つチームがまとまり、切らず、方向性にも迷いが生じていたように見える。箱根予選会で9位に終わった時、吉田は、自分もチームもこの順位で良いわけがない。このままだと終わってしまう。そういう危機感を持って箱根に臨みたい、と涙を浮かべて、そう言った。予選会はいけるだろうと、たかしをくくっていたチームに、吉田は走りで、甘くないぞ、と示したが、それがどのくらい他の選手に響いたのだろう。その頃、いや、今回のチームのスタートから選手内にギャップがあったと、諸角監督は語る。ウリュデイラ4年生は今年は気持ちを一つにしてワンチームで戦おうというのを掲げていました。4年生はすごく気真面目な子が多くて、自分たちの理想とするワンチームは、こういうものだというのを強く打ち出したんです。例えば私生活から厳しく管理していこうとしたのですが、2、3年生と課の賛同を得られず、反発されていました。そういう経緯もあって、なかなかワンチームになれないまま終わってしまった。ブリュータは、キャプテンとして、その責任感から何とかチームを立て直そうした。2、3年生たちも頭ではウリュータの言葉を理解していたが、現実的には受け入れられず、しこりを残したまま駅伝シーズンに入ってしまった。練習に対する取り組みにも問題はあったと松崎は語る。過去の練習ができているのでそれでいいって満足しちゃっていた。個人としてもチームとしても考えが甘くなっていた。それが箱根で出てしまったと思います。早くなろう、強くなろうという意識や意欲が一部の選手に欠けていたのは、いさも感じていた。袋で崩れたのはチームの底上げができていないからだと思います。中間層を含めて個々がもっとレベルアップしていかないといけなかった。正直、その部分では物足りなさがありました。練習の中でも追い込める選手とそれができない選手がいるんですが、もっと追い込める選手が出てこないといけない。自分は普段は一人で練習をしているんですが、そこに誰もついてこない。そこにどれだけみんながついてこられるか。自分に続いたり追いかけるレベルの選手が出てこないと来年も厳しい結果になると思います。伊佐は厳しい表情でそう語った。東海大の最大のメリットは、伊佐という学生トップクラスのエースがいることだ。彼から学ぶことが多いはずだが、その生きた教材をチームとして活かしきれていない。中央大は基地巨大は、3年を軸にグループを作って基地巨レベルの質の高い選手を生み出そうと努力している。駒沢大は田沢廉、4年に追いつこうと鈴木芽吹、3年、や佐藤啓太、1年、だが一緒に高いレベルの練習をこなして成長してきた。それだけに伊佐が一人で練習しているという現状は、選手が自ら強くなる機会を無駄にしているようにも見え、衝撃的だった。松崎は、このままだと次回の予選会も危うくなると感じている。次回予選会を通過して本戦でシード権を確保するという目標を達成するには伊佐に食らいついていく選手が出てこないとダメだと思います。後輩たちは頑張っているけど、まだ上と下のレベルの差が大きいですし、上のレベルに合わせていくことができていない。伊佐がいる間、ここが変わっていかないと今回の袋のようにズルズルと言って終わってしまう。そもそも予選会の突破すら容易にいかなくなる。そのくらい大変な状況にあることを後輩たちは自覚してほしいと思います。指導方針に変化が必要なのか。意識が低い選手はどこのチームにもいるが、その甘えを許さない環境づくりが非常に重要だ。伊佐を中心としたグループを作って一緒に練習する環境を作ったり、選手のモチベーションを上げて、一つでも上のレベルに行けるように成長を促していくのは指導者の仕事でもある。諸角監督は、駒沢大の大八木弘明監督の勇退を受けて考えるところがあるという。私は大八木さんと同じ昭和の指導で自分の考えていることをそのまま学生にぶちまけて少しビビらせながら緊張感のある指導をしてきました。
でも今はそれじゃ選手はついてこない。自分が受けてきた指導と今やらないといけない指導がうまく噛み合っていないのをすごく感じています。大八木さんの指導が変わった、柔らかくなったと言われる中、どうやれば変わることができるのか、どう自分が変わっていかないといけないのか、それを考えながらやっていかないといけないと思っています。このまま何の変化もなく、負のスパイラルに入ってしまうと上に上がっていくのが本当にきつくなるので、指導方針を含めて東海大は大きな岐路に立っている。少なくとも今までのようにエース頼みではなく、伊佐に追いつき、追い越す気概のある選手が出てくるなど、選手のマインドに変化が生じなければ冬の時代をさまようことになる。果たしてこれから両角監督はどう舵を切っていくのか、そして選手たちは意識を変えていくことができるのか。伊佐が最終学年となる次回の100回大会が東海大が巻き返す最大のチャンスになるだろう。菱形箱根駅伝2023特集、レース展望、監督インタビューなど他の記事を読む大なり大なり。佐藤俊丸文テクストby佐藤俊。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。